グローテ・マルクトのアントウェルペン市庁舎半年遠マルクトの聖母大聖堂。低地地方最大の大聖堂であり、ルーベンスの三連祭壇画がある。現在も、市内最大の建造物運河に架かる、橋アントウェルペンは、ベルギーのフランデレン地域、アントウェルペン州の州都である。首都ブリュッセルに次ぐ、同国、第二の都市で、都市圏人口は、約120万人。 市としては、最大の人口を持ち、2020年1月1日の、総人口は52万7763人。面積は204.51平方キロメートル。人口密度は2581人、平方キロメートルである。オランダのロッテルダムと共に、欧州を代表する、港湾都市の一つ。英語名に由来するアントワープや、 フランス語名に由来するアンベルスも日本語の表記においてよく用いられる。街の名称は、古くは、巨人アンティゴーンと英雄ブラボーの伝説に由来するとされてきた。スヘルデ川の川岸の城に住む巨人ドルオンアンティゴーンは、城付近を通り過ぎる船に通行料を求め、それに応じない者に対しては、その手を切り落として、川へ放り捨てた。しかし、ついに、 ローマの戦士ブラボーがアンティゴーンの息の根を止め手を切り落として川へ投げ捨てたアントウェルペンはこの出来事に由来しハンドワーポンが元になっているという現在のアントウェルペン市聴者前にはこの伝説を主題とする記念碑ブラボーの噴水があるこれは民間語源であるものの手を切断することは実際に当時のヨーロッパで行われており中世には 死者の右手が切断され、死守上等の証拠として、封建領主に送られることもあった。しかし、19世紀の歴史家、外交官、ジョン・ロスロップ・モットリーは、アントウェルペンという名称を、アン・ティ・ベルフに由来するという議論を展開した。ここでの、ワープとは、高潮でも農地が水浸しにならないだけの土手を築いた、ことを指しており、農民たちは、 堤防の先に農地を広げていった。ワープという語には、ポルという意味もある。現在最も有力な説は、ガロローマ文化記のラテン語、アントバーピアであり、アントベェルペンは、かつてのスヘルデ川の湾曲に沿って形成されたとする。この語は、アンテとベルピア、砂などの粒子が、水などによって、堆積沈殿したものに由来しており、 スヘルデ川の湾曲に伴う堆積作用によって土地が形成されていったことを示している。ただし、スヘルデ川は7世紀から8世紀半ば頃に流れが変わっており、かつての流域は町の南部にある現在の環状道路とほぼ一致していると考えられる。区域行政区域としてのアントウェルペンは9つの地区からなる。アントウェルペンベルヘムベーレンドレヒトザントフリートリロ。 ボルヘルハート・デール・ヌエ・ケレム・ホーボーケン・メルクセム、ウィルレーク・オランダ語が、アントウェルペンの公用語である。地元の人々は、そのアントウェルペン方言を用いている。いくらかの人々の間ではフランス語も話される。大多数の住民、特に若い世代の多くは、かなり流暢な英語を話す。モロッコやトルコなどからの移民は、アラビア語、ベルベル語やトルコ語などを用いている。 若干の正統派ユダヤ教の人々はイディッシュ語を話す。歴史上、アントウェルペンはガロローマ文明の集落にその起源があると考えられる。スヘルで川付近における最古の集落がある地域で1952年から1961年にかけて発掘が行われ、2世紀半ばから3世紀末の陶器や酒の破片が出土している。その後、 ゲルマン人のフランク族が進出した。メロビング長期において、アントウェルペンに、砦出が築かれ、7世紀頃に、聖アマンデスによって、キリスト教家された。10世紀末、スヘルデ川は神聖ローマ帝国における教会となった。アントウェルペンには、辺境迫が置かれ、フランドル博と対峙した。11世紀、ゴドフロワード・ブイオンが、数年間アントウェルペンを治めた。 12世紀、聖ノルベルトが、プレモントレ快速に基づくサンミシェル修道院を建てた。14世紀前半に、英仏百年戦争が勃発するが、フランドル地方の毛織物産業は、イングランドの羊毛産業と密接なつながりがあったため、親イングランドの立場を取ろうとした。そのため、フランス王と結んでいる、フランドル博に対抗して、ヤコブ・バン・アルテベルデが、 フランドル都市連合指導者となり、イングランド側を支持する姿勢を取った。アントウェルペンは、この100年戦争初期に、イングランド王エドワード3世とヤコブ・バン・アルテベルデが、交渉に取り掛かった、際の拠点でもあった。エドワードの息子ライオネル・オブ・アントワープは、アントウェルペンで生まれている。15世紀前半。 フランドル諸都市は、イングランドウブゲオリモノの流入によって、市場を奪われることを望まず、ブルゴーニュ港に働きかけて、輸入禁止の措置を取らせた。こうした中、アントウェルペンやベルヘン、オプゾームは、イングランドの毛織物商人を受け入れたため、イングランド、ウブゲオリモノがアントウェルペンに流入した。この毛織物を、ライン川沿いのケルン商人が購入し、 南ドイツなどへ供給するようになった。15世紀半ばには、ニュルンベルクやアウクスブルクなどの南ドイツ商人が、直接にアントウェルペンまで取引に訪れるようになった。これにより、購入を、ブル、経由でなく、イタリアから、南ドイツ経由で入手できるようになった。こうした状況が、金世アントウェルペン繁栄の前提となった。アントウェルペンの地図1624年このような、 商業網の変化に加え、ズーインが土砂の堆積によって航行困難となったこともあり、中世後期におけるネーデルラント経済の中心、ブルッヘが衰退していき、それに代わってスヘルで下半のアントウェルペンが重要性を増すことになった。ライン川沿いのゲルン商人との結びつきを強めたことで、ヨーロッパ商業網における地位は一層強化され、15世紀末には、 外国召喚がブルフヘからアントウェルペンへと移転し始めた。1501年にはスヘルデが死にポルトガル戦が更新料などを積んで到来し、1508年にはポルトガル王の下で召喚が設立され、1510年におけるイングランド召喚についての記載も資料に残されている。歴史家フェルナンブローデルはこのスヘルデ側に望む都市は実に 国際経済全体の中心にあった。ブリュージュアというと、その最盛期にあっても、その地位まで到達したことがなかったのであると表している。その、アントウェルペンの黄金時代は、強く、大公益時代と関連して、海運業の流盛を極め、16世紀前半より、成長を遂げて1560年までには、アルプスイ北における、最大規模の都市となった。 多くの外国商人が町に居住し、ポルトガル船からは、胡椒や、シナモンなどの積み荷が日々下ろされていた。ベネツィアの大使だったフランチェスコ・グイチャルディには、何百の船舶が1日に往来し、2000もの入馬者が毎週やってくることを記している。また、ポーランド産穀物を積んだ船の寄港地として、いくつもの倉庫を抱えていた。 ベネツィアやジェノバの繁栄は各地へと赴いた地元出身の商人によって支えられていたが、アントウェルペンの場合は、同志出身の商人が世界各地に誘約していったわけではない。アントウェルペン経済は、ベネツィアやラグーザ、スペイン、ポルトガルなど各地からやってきた商人たちの手で支えられており、このことが都市内の多様性、コスモポリタン的性格を形成していった。 宗教的にも寛容で、ユダヤ共生党派の大規模なコミュニティも形成されたほか、イベリア半島を追われたマラーノの亡命先やプロテスタントの拠点ともなり得たのである。しかし、アントウェルペンは自由都市、自治共和国というわけではない。一時はブリュッセルのブラバント港による支配から離れたものの、1406年より、再びブリュッセルの統制下に置かれていた。 アントウェルペンはこの黄金時代に1501年から1521年、1535年から1557年、1559年から1568年と3回の公共を迎えた。最初の繁栄はポルトガルからもたらされた古障であった。この公共は1521年よりイタリア戦争が深刻化し、 バロア家とハプスブルク家の間の戦乱によって国際商業が麻痺したことで収束していった。次の時期はセビーリャ経由でアメリカ大陸産の銀が流入したことであった。これはスペインの国家財政が破綻する1557年に収束していった。最後の時期は1559年に加藤カンブレジ条約が締結されたことに伴う。 政治的安定であった。この時期には、イングランドと競合しつつも、繊維産業が発展を見せた。国際的な商業拠点として出版も盛んであった。16世紀のアントウェルペンは、現地フラマン語の文献のみでなく、英語やフランス語の出版、輸出拠点として栄えた。宗教的に寛容な性格のためプロテスタントの文献も多く出版された。実に、 当時のネーデルラントで出版された文献のうち半数以上がアントウェルペン館だったとされている。16世紀後半で最も偉大な印刷出版業者とも言われるクリストフ・プランタンの工房は市内に現存しており、プランタンモレトゥス博物館として当時の出版文化を伝えている。他方コスモポリタン的性格の理念として 海賊版の出版拠点となっていたことも事実である。中には他の都市の業者の中にも何らかの事情で版元を明かさず出版するときに出版地をアントウェルペンと偽るケースも見られた。リオンの大手ブノはリゴーもアンベルスのピエールストルーという架空の名義で出版したことがあった。アントウェルペンの人口は1500年には4万数千であったが 80年戦争勃発以前には10万を超えた。建造物の数も倍増した。その反面で貧困層も増加し、交不況の波と持続的な物価上昇は、未熟練労働者、二運び妊婦などの生活を苦しめることになった。イタリア戦争後、スペイン王フェリペ2世は、イボ姉である、パルマコーヒーマルゲリータを、ネーデルラント17州の失政に認じた。 フェリペ2世は、ネーデルラントの統制強化を図り、宗教的には、カトリックの強制を図ったため、ネーデルラント各地で宗教化に反発する貴族や、プロテスタントとの反目を生じさせた。1566年8月より、ネーデルラント各地に広がった反乱は沈静化した。ものの、この際のマルゲリータの対応に不満を持った、フェリペ2世は、 1567年8月により、強硬姿勢を取るアルバコウ、フェルナンド・アルバレス・デトレドを派遣した。しかし、対立はより先鋭化して、翌年に80年戦争が勃発した。この戦争によって、スペイン北部のビルバオとアントウェルペンを結ぶ、交易ルートが維持できなくなり、イベリア半島との小取引が困難になったほか、スヘルデ側の封鎖も、同志の経済を苦しめた。 さらに1576年11月4日、スペインの兵士がアントウェルペンで残忍な略奪を行った。これにより数千の市民が虐殺され、数百の家屋が焼き払われた。この被害額は200万スターリングにも及んだとされる。この事件で、ネーデルラントの反スペイン勢力は一時的に妥協を余儀なくされたが、アントウェルペン市民の反スペイン感情は深まった。 1579年のユトレヒト同盟にも、アントウェルペンは加わり、反スペインの姿勢を鮮明とした。しかし、1583年末までに、同市の周辺地域はスペインに占領されており、オラニエコウ・ウィレム・一世イもネーデルラント北部の戦闘に、向けて、同市を離れた。アントウェルペンに迫るスペイン軍に対して、当時の市長フィリップとマルニックスはポルダーを、 決壊させるなど、長期の抵抗を見せたが、市内の食料備蓄が限界に近づくと、1585年8月に、スペイン側のパルマ港、アレッサンドロ・ファルネーゼに降伏を余儀なくされた。降伏条件の一つとして、プロテスタントの市民は、アントウェルペンを立ち去るまでに2年間の猶予が与えられた。そのほとんどが、ネーデルラント連邦共和国へと移住したことは、 オランダが黄金時代を築いていく前提となった。一方、その後のアントウェルペンにおける銀行業務はジェノバ商人の統制下に置かれた。こうしたことの結果、アントウェルペンに代わってオランダのアムステルダムが世界商業金融の中心地となっていった。1648年30年戦争の講和条約であるベストファーレン条約で、 オランダの主権が認められると、オランダは、アントウェルペンの商業活動に壊滅的な打撃を与えるため、スヘルデ川の河口を閉鎖することを要求した。これには、スペインハプスブルク家の統治下にある南ネーデルラントが、オランダの脅威にならないようにする狙いがあったのであるが、ネーデルラント南部が1795年から1814年までは、フランスの統治下にあったこと。 1815年から1830年までは、オランダ立憲王国の統治下にあったことで、実際には、その統制は緩められていた。アントワープ証券取引所1886年頃1800年頃、アントウェルペンは最も停滞した時期を迎え、当時の人口は4万人以下にまで沈んだ。しかしナポレオン・ボナパルトは、アントウェルペンの戦略的重要性から、 防波堤と二つのドックを建設するために、港の拡張を図り、スヘルで側にもっと大きな船舶が接岸できるように、川底を掘り下げようとした。ナポレオンは、アントウェルペンの港を、ヨーロッパ屈指のものとすることで、ナポレオンと対立するイギリスのロンドン港に対抗し、イギリスの力を抑えようとしたのである。しかし、ワーテルローの戦いで失脚したため、 この構想は実現しなかった。1830年、アントウェルペンはオランダからのベルギー独立を目指す反乱軍によって包囲された。ダビド・ヘンドリック・シャッセ将軍が統率するオランダ守備兵がアントウェルペンを防衛したが、ベルギー軍の断続的な砲撃によって打撃を受け、フランス軍によるベルギー支援もあって、シャッセは勇敢に戦った者の,の降伏を余儀なくされた。 1843年には、ケルンとアントウェルペンの間が鉄道で結ばれ、近代アントウェルペンの発展に貢献した。1863年に、ベルギーがオランダからスヘルで側の高校自由権を買収したことも町の発展に寄与した。1903年、初めての世界体操競技選手権がアントウェルペンで開催された。第一次世界大戦中、ベルギーは、 中立国だったにもかかわらず、ドイツ軍の攻撃を受け、アントウェルペンは、リエージュで破れたベルギー軍の退却地点となった。その後、さらなるドイツ軍の厳しい攻撃によって、ベルギー軍はさらに西方への撤退を余儀なくされた。アントウェルペンは1920年の夏季オリンピック開催地となった。1928年、 アントウェルペンの補欠選挙で、フロント党のワウグステ・ボルムスが勝利した。このことが、フランス系とオランダ系住民の対立を激化させ、当時の首相だったジャスパールは、大学教育における、オランダ語の使用を容認した。1936年には、アントウェルペン港で大規模なゼネストが発生し、ベルギー全土に広がりを見せた。このため組合、経営者、政府による、 全国労働者会議が開催され、労働者の権利が拡大した。第二次世界大戦において、アントウェルペンは、その港ゆえに、戦略上の要所となった。1940年5月に、ドイツ軍によって占領され、1944年9月4日、イギリス第11機講師団によって解放された。この後、アントウェルペン港から、 連合軍が新たな物資を荷上げすることを防ぐため、幾千もの V-1、V-2 ミサイルを使って、港を破壊しようとした。とりわけ、V-2 ミサイルは、戦争を通じて、アントウェルペンに打撃を与えたが、その多くが、他の建造物に当たったため港は破壊できなかった。その結果、対戦を通じて、 港は守られたものの町は深刻な打撃を受け、対戦後になって、モダン風に再建された。また、戦前より、かなりのユダヤ教徒がアントウェルペンにいたが、対戦後には、再び超鮮党派、政党派ユダヤ教の中心地となった。アントワープ校の、コンテナ不当全米公安当局協会によれば、2020年時点で、アントウェルペン港はトン数で、 世界第14位の港湾であり、ヨーロッパ内でもロッテルダム港に続く2位となっている。同港は高価値のジェネラルカーゴや、プロジェクトカーゴ、またバルクカーゴを大量に取り扱っている点で、重要である。アントウェルペンの港湾地区には5つの石油生成所があり、アメリカテキサス州ヒューストンに次ぐ規模の石油化学工業の集積地となっている。 市街中心部の北から南へ3.5マイルにわたって続いているスヘルで川沿いの鳩場はクルーズ客船や近海航路の乗船場として利用されている。発電所も重要な施設であり、近隣のオーストフランデレン州、デフェレンのドエル地区に4基の原子力発電所、同じくカローに1基の火力発電所があり、加えて小規模のコンバインドサイクル発電所が数カ所にある。 さらに、港湾地区の中の利用されていない土地に、風力発電所を建設する計画もある。アントウェルペンのもう一つの主産業は、ダイヤモンドの取引である。市内には四つの取引所があり、一つは、ボルツと呼ばれる不透明のダイヤ専門、他三つは、一般品質のものを扱っている。第二次世界大戦以降、市内のユダヤ人、コミュニティ出身の各家族が、 ダイヤ取引業界を一手に取り仕切っているが、1990年代頃からは、インド人、アルメニア人の業者も増えてきている。アントウェルペンにある、アントワープワールドダイヤモンドセンターは、ダイヤの品質基準の設定、業者の倫理の取り決め、職人の訓練、また、ダイヤ産業の中心地としてのアントウェルペンを広く、宣伝することに、大きな役割を果たしている。 アントウェルペン中央駅アントウェルペン国際空港がベールヌ地区にある。VLM やラインズが英国のロンドンやマンチェスター等を直接に空路で結んでいる。市の中心部から空港までは数キロメートルでバスと鉄道が運行している。アントウェルペンから各地に鉄道路線が広がっている。北へはエッセンを経てオランダへ東にはトゥルンハウト南には メヘレン、ブリュッセル、シャルルロア、そして南西には、ヘントやオーステンで至る路線がある。国際列車としては、アムステルダムとパリを結ぶ列車がアントウェルペンに停車する。アントウェルペンのほかヘント、ブル、オーステンで、ブリュッセル、シャルルロア、ハッセルト、リエージュ、トゥルンハウトなどにも停車する。アントウェルペン中央駅は、その駅舎自体が、 歴史的記念碑としての価値を有しており、WGZ バルトの代表作、アウステルリッツでも登場する。2007年には高速列車通過のためのトンネルが建設された。詳細は、ベルギー高速鉄道4号線を参照。なお、アントウェルペンの初めの鉄道は、馬車鉄道であった。その後、機関車鉄道は付設されずに、電気鉄道が付設された。 1901年には、在ベルギー日本領事館領事、紫出原喜重郎が、日本の鉄道省に、電気鉄道事業の概要を報告した。トラムトラムは、全12路線で、そのうち地下鉄のように運行されているものは、プリメトロと称されており、河川の下にトンネルが掘られている。アントウェルペンには、デラインによって運営されているトラムとバスの、 交通網が張り巡らされており、アントウェルペン中心部と郊外やスヘルで川下岩地区を結んでいる。高速道路が中心部を取り囲む形で整備されており、地元ではリングと称されている。この高速道路がブリュッセル、ハッセルとリエージュ、ヘント、リール、ブルフヘなどの主要都市のほかオランダのブレダ、ベルゲンオプゾームなどと結ばれている。 スヘルデ川の両岸は三本のトンネルで結ばれており、建設順にザ・ワスランドトンネル、ザ・ケネディトンネル、ザ・リーフ監縮トンネルとなっている。アントウェルペン市内には、世界遺産に登録されている物件が四つある。また、世界遺産暫定リスト登録物件として、以下の二件が存在している。ハンス・マカルトの代表作、カール五世のアントアープ入場アントウェルペンには、 アントウェルペン王立芸術学院があり、優れたファッションデザイナーを輩出している。特に1980年代に頭角を表してきた6人は、アントウェルペンの6人と呼ばれ、現在でも国際的に活躍している。アニメで一躍有名となった物語、フランダースの犬の舞台でもあるが、現地の人にはあまり知られておらず、ゆかりの地を訪ねてやってくる。 観光客はほとんど日本人である。また、リハルト・ワーグナーのオペラ、ローエングリンは、10世紀のアントウェルペンを舞台としている。ありがとうございます。